ただいまより令和4年度第3回市長定例記者会見を始めます。柴市長よろしくお願いします。はい、それでは第3回の定例会見を始めます。本日の発表事項は3点であります。まず1点目、教育 DX に係る新しい取り組みについて発表したいと思います。本市では新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、全国に先駆けて、2020年の9月に岐阜市内の全ての小中学一律の小中学校、約3万人ですけれども、1人1台タブレットの配布を行いました。その後、休校とか学級閉鎖などですね、さまざまな場合においても、オンラインで学校と自宅をつなぐことができると。まさに子どもたちの学習をしっかりと確保するということで、子どもたちの学びを止めない策を講じてきたところでございます。平時でも何らかの理由で教室に来ることができない児童生徒に対しても、このタブレットを使ったオンラインで授業に参加をしていただくということで、誰一人取り残さない学びの確保を実現しているところでございます。こういったタブレットもですね、オンラインで活用してくるということとともに、今年度は、動画学習型のウェブサービスの導入や、電子黒板のリニューアルなど、デジタル技術を活用した教育 DX のさまざまな取り組みを積極的に進めております。さまざまな機会に申し上げてますけれども、本市の教育大綱では、学校型地域の誰もが生命の尊厳を理解し、互いに心を開く対話を重ね、一人一人が価値ある大切な存在として互いに認め合う教育を推進するという基本方針がございますけれども、この方針に沿って今回2点発表いたします。で、1点目が、教職員がより深く子どもたちと向き合うための学校業務改革という観点で、学校と保護者をつなぐ連絡アプリを導入します。2点目が、子どもの心身の状況を把握し、支援をする ICT を活用した子どもの健康サポート実証事業を開始をいたします。それぞれの事業の具体的な中身でございますけれども、まず学校と保護者をつなぐ連絡アプリの導入です。画面にもございますように、こういった保護者のスマートフォン等に画面が出てまいりますが、1つ目は、こちらの画面では保護者から学校に対して、例えば今日、4月14日になってますけれども、自分のお子様は欠席をします、遅刻をします、早退をします、こういったボタンを押していただいて、これで連絡していただく。で、 D は例えば風邪をひいているとか、ここにメモ書きもできますので、夜から風邪の症状が出ているので、今日はお休みしますよと、いうようなことをですね、これに入力していただいて、ボタンを押していただくと、これが学校側にデータで飛んでいくと、いうことになるわけです。もう一つの機能はお便り確認ということで、これは従来ですね、例えばここに学級通信を配信しますということが出てますが、学級通信なんかも、先生が子どもたちに配って、子どもたちが家に持って帰ってお父さんお母さんにお見せするということでしたけれども、中にはいろんな子どもたちいますので、ランドセルの中に入りっぱなしになってたとかですね、これは我が家でもあります。ですから、こういったものを保護者の方のスマートフォンで、オンラインで見れるようにしてですね、ここに添付してありますので、これを見ていただくと、それぞれ既読なのかそうでないのかもご確認いただけますので、お便りも見逃すことなくですね、確認をしていただけると、いう2つの機能です。実施ですけれども、これ6月からですね、すべての一律の小中学校、特別支援学校、そして、幼稚園で運用を開始いたします。期待する効果ですが、まず保護者の方については、保護者の皆様も今お仕事をされている方が大変多いということで、朝、例えば急にお子さんが熱を出しているというときにご連絡をいただくのは、今電話でいただくわけですけれども、これは保護者の方にとってもその時間を確保するというのは、なかなかですね、朝のお忙しい時間に大変です。したがって、このアプリを使って、これはいつでもどこでもですね、ご自身のスマホ等で簡単に入力していただけますので、
そういった形で保護者の方の利便性の向上につながるということが、まあ、1点目です。教職員の側にとっても、まあ、こういった朝の欠席の電話といただいてますけれども、まあ、これが多忙の原因の一つになっておりまして、朝の電話対応がなくなることによってですね、時間の確保ができるということ、また保護者の方がこうやってご連絡いただいたものを従来は手入力でデータを入力しとったわけでありますが、こういった作業がこのアプリを使いますと、声を送っていただいたものがですね、このまま公務支援システムの中に入りますので、先生方が手入力をしてデータを作る必要がなくなるということで、まあ、各学校そして、まあ、牛市の教育委員会といたしましても、牛市の公立の学校についてその状況が全て公務支援システムを通じて反映されてくるということで、自動的に連携されるということは、大きな、まあ、システム入力作業が不要になるという意味で働き方改革につながるということです。またお便りも、こういう形で配信いたしますので、まあ、例えば、印刷機を待っていなきゃいけないとかですね、印刷する時間が大変だとかですね、まあ、いろんなことはあったわけですが、ペーパーレス化しますので、デジタルで一斉配信すれば、そういった業務もなくなるということであります。で、これらを通じて、まあ、先ほども話をしましたが、まあ、教職員の皆さんの負担軽減を図るということは、これはとにもなおさず、子どもたちにより深く向き合う時間を確保するということですし、また授業の準備の時間を確保することにもつながるというふうに考えています。ちなみにこれ令和3年度に柳津小学校で、実証を行っておりまして、保護者の方の満足度は 85.4% でした。また教職員の皆さんの毎朝の負担軽減では、学校全体では503分が149分になったということで、これはマイナスの354分。70.4% の削減ということでございます。担任の方が25名ということですので、まあ、およそですね、約15分、1人当たり削減することができたという結果が出ておりますので、まあ、このことから6月より全ての一律の小中学校、特別支援学校、幼稚園で、運用を開始したいというふうに考えております。次に、ICT を活用した子どもの健康サポートの実証事業についてです。まずこの背景ですけれども、昨年令和3年の12月に、株式会社文系堂様と、連携協定を締結をいたしました。いじめの防止や不登校対策として、このデジタル技術を活用した取り組みの、まあ、共同研究を、まあ、進めてきたわけでございます。今回ですね、まあ、概要でございますけれども、児童生徒の皆さんが、これは児童生徒のタブレットの画面ですけれども、朝の会、こっち、これ朝の会バージョンですね。朝の会でこの画面に対して、自分今日の体調はということで、大丈夫ですよとか、こうして、それから今の気分というのは心の健康ですね。これについて、とても良い、さらには普通、まあ、いろんなことがあってとても悪いと、まあ、こういったものを押して、選択していただくと。でさらにもう一つの機能として、ここに聞いてほしいというコーナーがあってですね、この聞いてほしいのボタンを子どもたちが押すと、こういう画面になって今の気持ちを話そう、伝えようと。例えば、まあ、学校のことで何かこう悩みや心に思うところがあるというなら、学校のことを押してですね、じゃあ誰にお話ししたいのということで、今度はこちらの画面で、例えば担任の先生とか、いじめ対策課の先生とか、校長先生とかですね、こうやって選べるようになって、これで相談したい先生を選んで、ポチッと送るというボタンを押すと、この情報が先生たちにデータとして飛んでいきますということです。これによって、まあ、教職員の皆さんに、子どもたち一人一人のですね、まあ、心や体の、まあ、サイン、変化やアラートを瞬時にキャッチをしていただいて、まあ、先生方もいろんなこう経験を積み重ねてはいただいてますけども、それだけに、頼るということではなくて、まあ、こういったエビデンスに基づいて、学校がチームとして、
適切なタイミングで適切なアクションを起こしていくと、そのためのこの子どもの健康サポートという実証授業です。で、まあ、子どもたちの中にはですね、この例えば先生に、担任の先生に、先生相談したいんですと、対面でですね、なかなかその相談したいということを伝えること、自分から言い出すことが苦手であるという生徒も、いますので、まあ、こういったボタンを押して選択するだけで送れますので、こういうことなら実はということで先生に、相談ができるという、まあ、こんな生徒もいるので、より伝えやすくなる機会が増えるということですし、また登校していない児童生徒ともこの仕組みを使ってやり取りができますので、こういったツールを通して教育に参加をしていく機会を増やしていって、コミュニケーションを図っていくと。で、こういった情報についても公務支援システムを保有する各種情報と、この心と体の情報を加えて、さまざまな観点から子どもたちの状況を分析することができるということで、きめ細やかな、子に応じた指導につなげていきたいというふうに考えております。こうしたデジタル技術を活用して、学びの充実や働き方改革などに資する、教育 DX を加速していこうということで、今年度は教育委員会に、そういった審議官を配置してですね、取り組みをぐっと進めているところでございますので、2つの授業をご紹介させていただきました。次に2点目の発表事項です。高島屋南地区公共施設の愛称についてです。施設の愛称については、この度柳瀬グラスル35の3階部分は健康運動施設、4階は子育て支援施設ということで整備をしてますけれども、愛称を昨年の夏に募集をいたしまして、この度決定をいたしましたので発表いたします。一体感のある愛称となるように、両施設の愛称をセットで募集を、これ全国にですね、募集をさせていただきましたところ、全国から830組の応募をいただきました。年齢を見ておりますと、7歳のお子さんから92歳の高齢者の方までですね、北海道から沖縄まで非常に幅広く応募していただきました。心から感謝を申し上げます。実際830組の応募をいただいた中から、まず町内の若手職員のプロジェクトチームで一次選考を行いまして、二次選考は外部委員の皆さんに行っていただき決定したものでございます。まず3階の運動健康運動施設については、カタカナで動く手という名前になりました。また4階の子育て支援施設については、カタカナでつなぐ手に決定をいたしました。今回この両名称を応募してくださった方は、神奈川県の海老名市に在住の40代の女性でありまして、この方のコメントによりますと、ネーミングの由来については、3階の健康運動施設の動く手では、運動するときにアクティブに動く手、汗をかく手をイメージしていただいたそうでございます。また4階の子育て支援施設つなぐ手では、心も体もずっと手をつなぐ親子でいてもらいたいという思いということで、つなぐ手という名称を応募していただきました。この両施設についてのオープンは来年令和5年の春を予定しております。今回のオープンに際して、動く手で運動しようとか、つなぐ手で遊びたいと言ってもらえるような魅力あふれる施設作りに努めてまいりたいと考えております。またこの施設には、同時に岐阜市中保健センターの移設も含まれております。ですから岐阜市中保健センターというのは、親子で検診を受けていただいたり、子育ての相談を受けていただいたりする施設でございますので、こうした皆さんがですね、積極的に使っていただけるようにということと、合わせてこの柳瀬グラスル35のオープンと小金公園のセントラルパーク化も、同時期でございますし、少し、タイムラグがございますが、旧長崎跡地の広場整備なども追ってですね、行われてまいりますので、この柳瀬地域の、大きく変わって、にぎわいが生まれるということにも、期待をしている施設でございます。では最後3点目です。FC 岐阜市ホームタウンデーの実施についてでございます。
今年度も FC 岐阜のホームゲームにおきまして、岐阜市ホームタウンデーを行います。今年度は6月12日日曜日の、鹿児島ユナイテッド FC 戦ということで、鹿児島は首位でございますので、首位を一目にいきたいというふうに、思っております。まあ、鹿児島の FC 岐阜が一緒に降格した、まあ、ある意味でいうとこう仲間でありライバルでありますから、こうした鹿児島に勝っていかないとですね、J2 への昇格が見えてこないということになりますので、頑張っていただきたいと思っております。市民の皆様には無料招待ということで、岐阜市民総力戦と題し、今回はスーパーシートで100名、メインの自由席に3200名をご招待をいたします。スーパーシートはすでに5月23日に締め切り済みでございまして、100名の枠に693名の方に応募をいただきました。メインの自由席は5月27日金曜日12時から受付を開始をいたします。FC岐阜ホームページの専用フォームから申し込みいただき、まあ、先着順ということでございますので、応援を楽しみにしておられる市民の皆様には、お早めに応募していただきたいと思います。当日には、市民の皆様限定で、オリジナルの T シャツや手ぬぐいを、プレゼントをさせていただいたり、試合前のキックオフ1時間前のセレモニーですとか、ハーフタイムにはキャラバンで、スタジアムを一周させていただくとか、親子のサッカー教室を開催をしたり、岐阜市の PR ブースでも、岐阜市の特産物やメーカーなどを PR をさせていただく、そういったブースも設けているところでございます。今シーズンは元日本代表の田中純也選手とか、宇賀神智也選手など、まあ、実績のある選手が加入をされました。この間中学市長会で隣の席が松本市長さんだったので、松本市は松本山鹿の本拠地でございます。シーズン前は FC岐阜を大変警戒していたということで、まあ、それぐらいですね、まあ、著名な実力のある選手が今揃っている、こういう状況でありますけれども、まあ、開幕当初から大変苦戦をされてですね、厳しい滑り出しでしたけれども、まあ、横山新監督のもとですね、ここ数試合は非常にいい戦いをしておられますので、ぜひここから反転攻勢していただいて J2 昇格をつかみ取ってほしいと思っております。まあ、なお今 J リーグの公式戦では、まあ、拍手の応援のみでありますし、ホームタウンでも拍手の応援のみですけども、まあ、今後声出し応援エリアとか専用座席の段階的な導入ということが決定され、リーグでの検証結果で問題なければ全試合において応援エリアが導入される見込みということになりますので、まあ、私も先般、ホームの試合に行きましたけれども、やはり元気な声援が届くというのは、サッカーの一つの醍醐味ということで、サポーターの声がスタジアムに戻ってくることを期待をしております。ぜひ来月のホームタウンデーには多くの市民の皆さんにご来場いただいて、まあ、今シーズン最多の入場者数になることを期待をしているところです。本日の発表事項は以上です。ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。各社さんから質問をお受けいたしますので、ご質問ある方挙手をお願いいたします。岐阜新聞さん。岐阜新聞の稲葉と申します。2点質問があります。まず1点目、給食費についてです。現在円安や物価高の影響で、まあ、食材費が高騰する中、全国の自治体で、給食費の負担を軽減する取り組みが進んでいます。お隣の喜多方町さんなどでは、今月から、新型コロナウイルス対応の地方創生臨時交付金を活用して、給食費のデザート費を補助する取り組みを始めています。岐阜市として、まあ、現状の給食費の認識と、今後の方針を教えてください。続いて2点目です。マスクの着用基準の緩和についてです。政府は、先日、屋外や、体育の授業で、条件付きでマスクを外しても良いとの、指針を示しています。まあ、街を歩いていても、まあ、岐阜市でもちらほらマスクを外している方も見受けられるんですが、まあ、石橋さんとして今後の、マスクの着用基準の緩和についてどのような認識であるのか教えてください。
はい、ありがとうございます。まず1点目の、物価高騰と、学校給食ということで、現状の認識ですけれども、現時点ではですね、これまでの物価高騰による影響というのは、学校給食においても、出てきてはおりますけれども、教育委員会に確認をいたしましたところ、これまでのところ、献立や食材調達方法の工夫で、対応できていると、こういう報告をいただいているところでございます。今後の対応ですが、学校給食で非常に大事でありまして、児童生徒の皆さんの心身の健全な発達に資するものですし、給食を楽しみにしている子どもたちもたくさんいるし、中にはですね、なかなかその不登校で学校に行けないという子どもも、給食は食べに来れるとかですね、非常に大事な、要素だというのを思っております。ですから、児童生徒の成長に必要な、栄養バランスや量を、維持をするということが大事ですし、何よりも児童生徒にとって安全でおいしい給食を提供していかなければいけないというのが私の、基本的な考え方です。先ほど申し上げましたように、現状ではですね、さまざまな工夫によって対応できているということでございますけれども、今後も引き続き、物価の動向もしっかりと注視をしながら、市として必要な措置を検討していくというのが今の段階であります。次にマスクの着用基準についてですけれども、今般国において、基準が公表されました。これまでもですね、屋外では十分距離が取れていればマスクを外していいというようなことで、気温が上がるこれからの時期の熱中症対策のために、マスクを外すことは推奨されていましたけれども、国として、これから暑い時期に入っていくにあたって明確な基準をお出しになったということであります。でやっぱりですね、この屋外でも周りの人がマスクを着用しているので、外しづらいという声があったりとか、子どもたちも、自分でマスクを外すタイミングがこうなかなかこう子どもが判断してというのはわからないという声もありますし、コロナ禍が長期化していて感染防止対策としてマスクの着用が当たり前になっているということで、これはこれで大事な感染防止対策なんですけれども、マイナスの影響も出てきているというふうに思います。ですから基本的な感染対策としてのマスクの着用の位置づけには変わりはありませんけれども、今回どのような場面でマスクを外していいのかということは具体的に示されたというのは、これは広く市民の皆様にとってですね、適切なマスク着脱のタイミングを理解するきっかけになったというふうに私は率直に良いことだと思っております。例えばこうマスク着用の必要がない場面ということで、ランニングや公園での散歩とか自転車での移動の場面は、これはこれからの暑い時期には熱中症リスクも高まるので、これは今までも外すことは推奨されたわけですけれども、より明確に、マスクを外すということは外していいですよということが言われているわけですし、屋外で十分な距離はないけれども、例えばすれ違う程度で会話をほとんど行わないとこでの通勤のシーンとかですね、こういったところで、今までは必ずマスクを着用しておられたわけですけれども、こういった場合でも、マスクをしなくても大丈夫ですよということは示されたわけですので、そういったことは良いことだと思います。それから屋内についてもですね、十分な距離があって会話をほとんど行わないところでは、マスクを外してもいいということを言われていますので、こういったことも大事な場面ではないかと思います。特に2歳以上の未就学児へのマスクの着用を一律で求めないということですし、子どもたちの体育の授業や鬼ごっこなどの外遊びの時間ではマスクの着用の必要はないということですので、こういったことも子どもたちの心や発達への影響を見ると、非常に大切な論点になりますので、今後教育委員会や子ども未来部を通じて各学校や保育園等で適切に運用するように通知をしていきますし、コロナを正しく恐れるということで、今回の具体的な基準が広く市民の皆さんに伝わるように市のホームページなどで周知に努めてまいりたいと考えております。私は広く市民の皆さんのご理解ご協力というのは不可欠だというふうに思っております。こういった国の明確な基準が出されたわけですので、そういったことをベースにですね、
それぞれがお考えになってマスクを着用したり外して健康を守るという場面も出てくるということですので、しっかり周知をしてそのことがですねお互いの分断につながらないように努力をしてまいりたいと考えております。一方で今の感染状況は非常にまだまだ高止まりになっているということで、人口10万人当たりの 230.03 人でありますので、これは大阪府よりも岐阜市の10万人当たりの数字は高いという、こういう状況であります。したがって、依然として昨年夏の第5波のピークを超える状況であるということは、市民の皆様にはご理解をいただいてですね、必要な場面ではしっかりとマスクを着用していただくということも含めて、感染防止対策を引き続きやっていただきたいと思います。既にご案内いっているかと思いますけど、今月末に県の本部会議が開催される予定でございますので、県の方針などをしっかり見ながら、ね、対応してまいりたいと考えております。他にございますでしょうか。毎日新聞さん。毎日新聞の井上です。今の県に関連してなんですけれども、まさに今市長おっしゃっていた通り、マスクの件ですけれども、はい、外していい場面示されつつも、やっぱりこう外で周りの人がつけてる、前の人がつけてるだと外しにくいとか、子供だと大人がつけてるから判断しにくいってすごくありますね。でもやっぱり暑い時期でとかで、その基準ってなかなかこう、ファーストペンギンになるのはみんな怖いわけで難しいんですけど、例えば屋外でも会話がなかったり、屋内でもちょっと距離取るとかいう場面あったら、市長ご自身もやっぱり市長がどうされてるかとか、市民結構生活で模範とするというか、参考にする面多いと思うんですけど、人前に出るときとかも、喋るときは当然あると思いますけど、ちょっと距離取れてるとか、オープンエアなところだったりとかでは、ちょっと外していいんだよっていうところを、市長自身がちょっと示したりっていう場面も今後検討されたりはしますでしょうか。意図的な PR はしませんけども、私もこういった基準にのっとって、日頃の感染防止対策を徹底しながら社会経済活動仕事を行っていると。例えばこういう場面はこの距離感で私声を発するのでマスクは必須ですねと、こういうことですよね。ですだけども、例えばじゃあこれ市長室で一人でいるときはどうなんだと言われれば、これ屋内で十分な距離があり会話も布団で行わない場面ということですので、それは例えば、外しても良いという基準になるんですよねと、こういうのをこう市民の皆さんが一つずつこう確認しながら、お互いに、そうだよね、この場はこうだよねって、きちっと理解が広がるっていうのが大事だろうなというふうに思います。でもちろんその何ですか、厳密にギッチギチでこれここまでがどうっていうのは、その人の主観によって距離が取れているという判断をしたりっていうのはあるわけですので、ほとんど会話を行わないにしても一人一人で主観がありますので、そこをなんかあまりお互いが厳しく、いやそこはマスクつけなきゃいけないとかなんとかっていうふうに分断が起きると、それはかえって我々の地域にとってはよくないことなので、市民の皆さんにはこういった基準の緩和が行われて一人一人が判断していくことだということをしっかりと伝えていきたいなというふうに思います。そうですね、私としても分断があってならないっていうのは本当その通りだと思うし、当然ウイルスは怖いし、身を守らないといけないのもありつつ、すごくこう怖いですよ、でマスクずっとつけましょうっていうのが基本的にはアナウンスされ続けた2年間だったので、でもケースバイケースだよってちょっとずつウィズコロナでなっていくので、その辺例えば、当然市長室で1人いるときはあれなんですけれども、式典とかで、お話になるときはまた別ですけれども、距離取ったり、オープンエアのところで、でも、公の目があるところでも、ケースバイケースでは、取って、いるんだな、ああ、大丈夫なんだなっていうところを、示す場面も、今後は検討されるってことですか、ね、公のパブリックなところでっていうところでは、どうでしょうか。これ、よっぽど慎重にやる必要があるかなと思っていて、今、要は、十分な理解が広がらないうちは、いやこれはマスクつけなきゃいけないんじゃないかって人もいるだろうし、
マスクしなくていいっていう人がいる。それはまさに分断を生むわけです、ね、だからきちっと周知をして皆さんがこう一定の理解をこうちゃんと持っていくっていうことが私は大事ではないかなと思って、それは別になんか私だけ突出してやるってことではなくて、そういうことをきちっとこれはリスクコミュニケーションの世界ですので広げていくっていうのは大事だろうというふうに思っています。ありがとうございます。他にございますでしょうか。 NHK さん、はい、参議院選挙のお答えをきちっと質問したいと思います、うん、参議院選挙は9月22日公示、7月10日の投開票の、で予定になると言われております。岐阜選挙区では現職と新人合わせて今のところ5人の立候補が予定されておりますが、うん、市長として、まあ、支持する内容で今の、考えを聞かせて願えればと思います。まあ、今回5人立候補されるというのは非常に岐阜県選挙区では珍しいということだそうでありますけれども、まあ、県民の皆さんに多様な選択肢が示されているということは大変いいことなんではないかなというふうに思います。まあ、私はつい日頃からですね、さまざまな政治課題、我々の地域が独自に抱えている問題、例えば名鉄高架事業とか国道21号の市内に一体化であるとか、さまざまな街づくりに関わることについて、国会議員の先生方とも連携をしながらですね、取り組みをこれまでも進めてきましたし、まあ、一定の成果も出てきているというふうに感じております。まあ、ですから誰がどうということではなくて、まあ、そういったことで岐阜市のためにご尽力いただいた方に対してですね、そういったご尽力をいただいてきたということを私なりにお伝えするということは大事な役目ではないかなというふうに述べております。はい、ありがとうございました。他にございますでしょうか。中日新聞さん。中日新聞宮子です。お願いします。はい、今日の発表事項の括弧1番の教育 DX についてなんですけれど、保護者の方も教員の方も負担削減できる画期的なものだと思うんですが、これは6月1日からも一気に全て移行するような、もう全て変わっていく感じでしょうか。はい、すでに保護者の皆さんには登録作業と進めていただいておりまして、先ほど昨年度柳津小学校で実証実験も行いましたので、まあ、そういったことからさまざまな検知を得た上で6月から始まるということですので、まあ、保護者の皆さんもすでにこれが始まるということは設定とかやっていただいてますのでご存知だということです。あ、もう皆さんそしたら登録が終わっていて6月1日から一斉にできる状態ということなんですか。まあ、中にはお忙しくてっていう方もいらっしゃると思いますけど、6月から始めますよということは皆さんご存知ですので、これは圧倒的にですね、皆さんにとって利便性の高いものですので、まあ、ご期待の声をいただいていると。わかりました。なぜこういう質問をしたかといいますと、保護者の方の地域によってはその保護者の方でこういったそのアプリなどを使っていない方とか、なかなかそういう作業環境を整っていない方がいらっしゃるので、なんていうか、もし6月1日に始まるとしたらアプリの導入と一緒に紙もこうちょっと半々で進めていって段階的にいくのがいいのかなというふうにも保護者の方に取材していた結果そう思ったんですが、まあ、6月1日から皆さんできるということなんですね。このシステムが使える方はできるということで、当然昔ながらの何て言いますか、折りたたみ式のやつですね、スマートフォンじゃない携帯をお持ちの方もいらっしゃいますので、そういった方については従来のアナログの対応もできますよというふうにしてありますので。あ、両方できるということですか。そうです。ただし圧倒的にそれはアプリを使っていただく方が便利ですので、使える方にはしっかり登録していただいて使っていただくということで、我々もお願いをしてますし、今そのように準備が進められています。わかりました。ありがとうございます。他にございますでしょうか。それでは以上をもちまして市長定例記者会見を終了いたします。なお発表事項のさらなる詳細についてご質問がございましたら、この後プレスルームで担当部よりお答えをさせていただきます。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。